どうも、こんばんは、エントゥです。今回は、東京グールリ・インボーク。今月のリ・インボークフェスですが、東京グール RE 最終16巻発売記念ということで、怪しげな意味、上白リゼが来てますね。キャラの詳細見ていきましょう。スキル、こっちは全然食い足りねえっつの、レベル5、ですね。共鳴剤か、重ねるかして、貫突させたものの、効果なんですが、4ターンの間、敵単体を麻痺状態にする。これは確定ですね。で、かつ敵前衛へ、攻撃力 1.8 倍の、10連ダメージを与える。2ターンの間、自身は毎ターン体力が 20% 回復する再生状態になると。かなりですね、3つかな、トリプルスキルとなっています。まあ、確定で4ターンの間、まあ、これはあれなんですけど、レベル、5なんで、まあ、貫突させた状態なんですけども、4ターンの間、敵単体を麻痺状態にする、かつ、敵前衛全員に、攻撃力 1.8 倍の10連なんで、まあ、削れると、一番最初に打ったら、2つは削れるのかな。武器耐久値を。で、2ターンの間、自身を毎ターン、体力が 20% 回復するという、ですね、かなり強いスキルと、なっております。駆逐にもかなり使えますね、これは。4ターンの間、確定麻痺は強い。うん。で、アタックポイントは10。で、武器耐久値が7ということですね。はい。今回はですね、まあ、確率の方は、7までいって1回中なんで、ピックアップ SSR、まあ、リゼですね。リゼが 50%。前回、ムカデカネキは確か30だったのかな。で、まあ、なかなか渋かったんですが、今回2分の1の確率で、まあ、最終ステップまでいけば当たるということでですね、今回も、最終ステップまで、とりあえず1周してみようかなと思います。まあ、2分の1なんでね、まあ、当たるんじゃないかということでですね、まあ、それまで出てくれれば、それでいいんですけども、まあ、なかなかそううまくはいかないよというのがね、まあ、この前のムカデ引こうとした結果なんですけども、とりあえずまず、30連で引ける、お得な10連ですね。 EOSSR、 これあれか、7ステップ目までの間にあるんだよね、あの確定枠が。 SSR 確定枠、フェス限確定枠、最終ステップがフェス限確定かつ、ピックアップ SSR 大、まあ、せっかくなんで、まあ、この道中もね、SSR 出るんならフェス限、あー、なるほどね。俺、このアキラのフェス限、もう何枚重ねてるんだろうな。まあ、まだ、完全に5枚、レベル5に行くまでではないんですけども、じゃあ20連目いきましょう。そして、いいよ。まあ7回全部ね、あの SSR 出てくれれば、まあリゼ当たん、いや、リゼ当たんじゃダメだろ。欲しいしな、一応。あの映画なんでね。おっと、グルだぞ。っていうか、映画じゃねえわ。映画はあれか、アリマか。っていうか、アリマ、断罪アリマのイラストの映画アリマいつ来るんですかね。あれ復刻しないよね。もね、これ今レベル1か2、どっちだったかな。1回は重ねてると思うんだよね。まあ、エトも強いんでね、敵の攻撃力を半減しつつ、麻痺かな、麻痺を付与する可能性が、まああるんですよね。まあ確定ではないんで。駆逐とかでね、結構使わせてもらってるんですけども。どせい、渋いですね。あれ、あ、来てたのか。今 SSR のエフェクト、なかったように見えたんだけど、いいよ、グルだぞ。さあ、何が来る？リゼ？うん、おい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 、まさかリゼ、リゼじゃなくてエトが何レベル5になっちゃったりするの、これは。まあ今のは確定だったのかな、ステップ3なんで SSR 確定のとこだったんで、ステップ4は何もなかったような気がするような。それでも SSR が来るんです。どうだったかな、ステップ4って何だったんだろう。さあ、リゼさん、ここら辺で来てくれてもいいんですよ、グール。さあ、頼むぜ。地獄は見たくねえ。せい。まあ、なるほどね。まあ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 。なるほどね。ちょっと待って、今何歩引いた俺。今何回引いたっけ。でもまあ、30が来るから、あれか、30が、
来たら7回一周したってことは多分これ50連目だよね。行きましょう。せい頼むぜいやまあリゼ、まあせっかくだしね、共鳴剤ないけど30、40ぐらいしかないけど、おお、操作感か。まあいつかはもし引けたらね、あーまあ100にするのかな、どうなんだろう。熟練で100、本当に共鳴剤足りない。おアモンさん、フェスゲンアモンさんめちゃくちゃ強いですよ。まあフェスゲンって基本的にバカ強いんですけど、ステップ6ですね。あ、ここ出てるじゃん、ステップ6。1体 SR 以上確定。全然見えてなかったわ。頼む、なんかこのステップ6 SSR 出ないような気がする。せい、おー、いいぞてか次ステップ7なのがさ、 なかなか結構渋いんだけど50% 外しそうで怖いんだけど、俺普通に外すぞ 50%。 おっと、これはグール2枚 SSR ということは、これはまさかのリゼさん来るんじゃないか。でムカデ来る可能性もあるのか。よーしよっしゃ、このテレレレレレレンが来た瞬間にさ、もう確信したわ、リゼだって。オッケー、さあ次行こうか。じゃあ、おシャッチかい。おでもリゼとシャッチの並び、んー、これは運命的な何かを感じますね。じゃあステップ7、リゼさんの確率が、50% まで引き上げられてる、1体フェスゲン確定のやつですね。はい、行きましょう。え、そうだよね、これどういう書き方なんだろう。1体フェスゲン確定のうちリゼの確率が上がってるんだよね。これはその1体確定枠の中でリゲじゃねえ、リゼの確率が上がってるんだよね。そういう捉え方でいいんだよね。心配になってくるわ。前のムカデ 30% 3回か4回外したやつで、道中の本当に何も SSR 確定でも何でもないとこで引いたあのムカデな。いきます、参ります。俺の必殺技、確率アップ外し発動。いいよグル。あー、ウタさんか。まあいい、まあいい、まあいい。フェスゲンは一番最後ね、10枚目で来る。そう、最後の最後でやってくるんです、これが。さあ来い、よっしゃということで、ステップ7まで回してリゼさん2枚、獲得ということでですね、まあレベル1かなは確実に上げれるんで、まああとは共鳴剤でちまちま 100% まで上げていこうと思います。というわけで、お疲れ様でした。皆さんは無事引けたんでしょうか、コメント欄で書いていってください。ではまた次回の授業でお会いしましょう。お疲れ様でした。